始まりましたボラダスです。よさあこのボラダスはですね地区ボランティアセンターをはじめとする普段地域福祉活動を行っている皆さんを市と茅ヶ崎市社会福祉協議会が全力で応援する茅ヶ崎市公式動画になっております。はい、でそもそも地区ボランティアセンターってどんなところかなって分かんない方もいらっしゃるかと思いますので、ちゃんかとから地区ボランティアセンターについて我々ボラセンって呼んでますけども、簡単に説明をお願いします。はい、ボラセンは草取りとか掃除とか日常生活で困っていることを気軽に持ち込める住民同士の身近な相談窓口になっています。で市内に13箇所それぞれにあるんですけれども対象となるのは高齢とか病気とか出産育児とかで日常生活にちょっと支障があってお手伝いを必要とする方が対象になっています。ということで今回紹介するのは、茅ヶ崎地区にありますボランティアセンター茅ヶ崎でございます。茅ヶ崎地区にあるボランティアセンター茅ヶ崎を紹介するんですけど、まあこのボランティアセンター茅ヶ崎すごく雰囲気がこうワイワイ楽しくて、なんかこう居心地がいいボランティアセンターだなっていうあの印象があるんですけど、あったかいですよね。そうですね、まあ、特徴としては民生委員さん、福祉政策課の船橋です。民生委員児童委員の事務を担当しています。民生委員児童委員とは地域の身近な相談役です。その相談の対象というのは高齢者の方だけではなく、子育て中の方、障害を抱えた方、児童の方、何か生活にお困りの方、そういった全ての地域の相談役を担っています。以上です。現職の民生委員さんとか以前民生委員さんをやっていた方がすごく多い、スタッフさんに多いあのボランティアセンターなので、まあ、安心して地域の皆さん利用できるかなところがありますので、そんなボランティアセンター茅ヶ崎の皆さんにインタビューをしてきましたので、ぜひご覧ください。どうぞ。7月で10年目に入りますね。ちょうど10年。はい。センター長はこのボランティアセンター茅ヶ崎の立ち上げから、関わって、はい、1年ちょっと設立委員会がありまして、で私は当時民生委員だったんですけどね、民生委員から3人一応、選ばれてっていうか関わって、そのうちの1人、あとはまあ、中心がやっぱり自治会、そこがやっぱり一番中心になったかと思うんですね。であと、婦人会、それからこれを作ったのは、まあ、地区社会福祉協議会ですから、まあ、そこの会長が最初まとめをやって、それで準備委員会ができて、そこで委員長が決まって、その後はまあ委員長中心にずっと1年ぐらいしたかね、あのいろんな、基本的なルールだとか何をどうするとか、アンケートを取るだとか、そういうあれを作業を進めましてですね、全くそれ現役時代は2に帰っただけですからね。茅ヶ崎なんて本当に駅から家までの他何も知らなかったわけですよね。ここへ来て39年かな、なるんですけども、当時は全く分かんないのと、やはりあの団地の人っていうのはどうしても地域の皆さんと、なかなかね、あの、顔見知りになる交流というか、付き合いがないから、それで、まあ、こういう地域のなんか活動をすればね、そういうつながりができるかなって、それは自分も思って、できるだけ参加するようにっていう考えではやったんですけどね。まあ、ボランティアセンターっていうのは、まあ同じ地域の人でね、が同じ地域の人を、困ってる人を助けて、ということで、まあずっと茅ヶ崎地区なら茅ヶ崎地区に住んでられて、年を取っていろいろ自分でできなくなったけど、
やっぱり住み慣れたところへ引き続きね、住めるようにみんなで助け合えることはやろうじゃないかって、まあ、できたかと思うんですね。従来だったら旦那さんや奥さんが自分でやってたことが体が動かなくなってできなくなっちゃったと。だけど生活上はどうしても必要だと、そういうようなことを手伝いするというようなですか、まあ具体的には例えば蛍光灯が切れちゃったけどもとても台の上に登ってやるのは自分が危ないから困ったって言ってきて、そういうのを手伝いしたり、まあ、あとお掃除だとか庭の草取りももう腰が痛くてできないからお願いしたりとかですね、まあ本当のもう日常生活で起こること、いろんなことがあるかと思いますけど、うちはね、ほとんどがね民生委員 OB。 民生委員児童委員とは、地域の身近な相談役です。以上です。民生委員経験してないのは川戸さんと川内さんぐらいかな。あと全員民生委員または現役の民生委員、その辺はねちょっと特殊かなと思ってます。だからコーディネーターについては守秘義務とかなんかも民生委員の時から習慣づけられてるから、はい、その辺は安心してます、はい、安心して利用できるし、そうです、はい、まあ、地域に詳しい方々ですもんね。そうですよね。でも大体誰々とその地区の、あ、すぐじゃあ私が行きますっていうような感じでね、はい、それはこう続いてるっていうか、それは確かにありますね。スタートした頃はですね、草取りとかお掃除とか、お掃除っていうのは当時はね家の中より外のお掃除の方が多かったんじゃないかなっていうか、まあ草取りがとにかく多かったことは事実ですね。ところが最近はですね、茅ヶ崎地区の場合は草取りは非常に少なくなりましてね、お買い物とかそれから病院などへの付き添いとか、それからまあお掃除、お掃除は家の中のお掃除を週に1回とか2週間に1回もう定期的にやってもらいたいとか、そういうのが非常に増えましたですね。2人で行って、で1人はね掃除機かけて、で私はモップして、あとで全部ね拭き掃除、拭きっていうかね、全部で拭くんですよ、ホーム。テレビのカメラまで、その台まで買ってね、もう舐めるようにね、舐めるように。そう、これね、やっぱりね、ほこり見えない。そう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 。本当ね、やっぱりこうやってね、ほこりがついてると気になるらしいんでね、だから私がきれいにお掃除するの。まあ、やっぱりあれですね、サポーターさん今のところ63名いますけども、うん、ほとんどが10年前からずっと続けてくれてる方、もう助けるどころか助けられる方の人に間もなく足を突っ込みそうな人がみんな手伝ってくれてる、うん、当時だったらあれですよ、60代だったけど、みんなもうそれがね70の後半になっちゃったりしてるから、なんと25歳の方がサポーター登録したって聞いたんですけど、そうなんですよね、はい、社協さんからにボランティアをやりたいということで、でこの前日曜日に話したんです。で、まあ、本人も勤めてますからね、土日しかできないけども高齢者の役に立つようなことができればというようなお話なんでね、なかなか機会が どれだけ取れるかわかんないけども、まあじゃあせっかくだからということで登録してもらったんですけどね。25歳は最年少、最年少ですね。おー、すごい、ね、ボランティアセンター茅ヶ崎の受付時間は火曜日、金曜日の9時30分から正午までとなっております。お気軽に
お問い合わせください。つなげなかったみたいな。変わっちゃう。やだね。そういうところですね。やだもん。何を。ボランティア登録お願いします。はいはい、わかりました。じゃあそのようによろしくどうぞ。落合さん、切るまで切らないで。切らないでって。落合さん、切らないでって。切っちゃったよ。な、何か。茅ヶ崎、違う。ボランティアセンター茅ヶ崎の。違う、違う、違う。